はい、どうもぼじゃぼじゃでございますですね。今日はですね、なんと熊本に来ております五公園のですね、ご依頼をいただきまして、熊本県立商業高等学校来ておりまーす。ということで今日はですね、なんと900人ぐらいの生徒さんが体育館に集まっていただいて、私のお話を聞いていただくということで、非常にものづくりであったりとか、個性を生かし夢の実現に向かって主体的に未来を創造すると書いてありますけども、そういったところに非常に力を入れている学校さんということで、もじゃもじゃもものづくりをしている人間なので、そういったお話をしていきたいなと思っています。ということでちょっと行ってきまーす。熊本県立商業高等学校は様々な分野の専門的な授業を実施している学校です。生徒一人一人が個性を磨き、夢を実現するための学びという校訓の通り、園芸や食品製造、機械工学や建築、また普通教科の選択など、一人一人の興味関心に寄り添ったプログラムを学ぶことができます。就職内定率は5年連続県内トップクラスで、大手企業へ就職する生徒も多数輩出。そんな仕事と夢を結ぶさまざまなキャリア教育を実施している学校に、同じく難聴者の夢を叶えるための仕事をするもじゃもじゃ先生が講演のために訪れました。先生が入場されます。拍手でお迎えください。音質の向上によって、聞こえにくい人たちが支援できるということを見つけました。で、今まではどっちかというと音が大きくするという考え方だけだったんですけど、まあ、音が大きいから聞こえるわけじゃないよというのを見つけた形です。まあ、自分がやらんでいかんのは、聞こえやすくするっていうのももちろんあるけども、聞こえやすくすることで人と人とのコミュニケーションを変えていく必要性があるなっていうのを気づいて、まあ、今も、いろいろと技術開発をしています。まあ、機を開発してみて研究してて分かってきたのが、その話す側は何もしてないんですよね。どちらかというと、あなたたちが耳が悪いんだから、あなたたちがつけて頑張りなさいよと。なんで話す側は、まあ、関係ないというふうに見えました。でも補聴器つけとっても、使用器つけとっても、声をボソボソ話す人とかはやっぱり聞こえづらいです。なんでつける努力も必要だけど、話す側もちょっと、発想を変えて、聞こえやすい音にすれば聞こえるんじゃないかということで、ものづくりを始めたっていうのが、逆ですね。研究してて3年で気づいたのがですね、聞こえてる人たちは聞こえにくいことにはそもそも無関心です。難聴の聞こえにくい人たちが周りにいることもあまり気づいてないということがだんだん分かります。これ小さいと 音が小さく聞こえるので、大きい声で話せば聞こえます。でも難しいのが右側で感音性難聴となって、これは大きく話してもダメです。小さく話しても聞こえにくいし、大きく話しても聞こえにくいって本当に厄介ですね。その人に合わせた最適な音量というこれはなかなか難しいんですけど、こういう難聴があるということを知ってほしいと思います。で、そこに対して、まあ、どんな技術を使っているかというと、もうこういうふうにですね、大きくするんではなくて、音をクリアにしてあげる。まあ、明瞭度というんですけど、これをクリアにしてあげると、まあ、実は難聴の方たち、聞こえにくい人たちも、まあ、僕たちも聞こえますよ、という形になるというのを見つけたというのが、まあ、自分の研究の成果というふうに言われています。若い人たちの難聴もどんどん増えてます。11億人の若い人たちが全国世界では難聴になる危険があるっても言われています。やっぱり音楽をイヤホンとかライブで爆音で楽しむ人たちが増えていますので、音響外傷って言いますけど、やっぱり耳にダメージを受けている人たちがたくさんいます。どん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 こういったものが増えるので、若い人たちの難聴が急増しているよっていうのをWHOが言っています。仕事っていうのは2つ種類があるんですね。2つあって、1つはなりわいっていうことです。なりわいっていうのが昔は言われてました。で、これは生活していくためのものを、なりわいって言っておられてました。で、もう一つが、仕事っていうのがあって、これは実は、他人のために行うことを仕事としてたんですね、実は。でもそれがどこかで混ざってしまって、生活していくものの仕事になってしまって、今こう、一緒くたにされてる。で、働くって、人が動くっていう感じを書きますよね。で、本当にそうなのかなと思いました。で、考えたのが、この分解したのが、人が思いに力っていうふうなことを思いつきました。で、これは何かというと、人の重きを取り除くこと、まあ、自分であれば聞こえにくい人たちが困っていることを取り除いてあげることに力を注ぐことが、実は働くっていうことじゃないかなと。なので自分が、まあ、考えたのは、この発明した技術で、まあ、世界の聞こえにくい人たちを救いたいなっていう思いと、
あと難聴の今リハビリの研究してます、まあ、次ですね、難聴が音刺激で改善するっていうのが実は大学でやってて、あとは認知症の予防への研究ですね。こういった部分も今先生方とやって、まあ、いろんな人の思いを取り除くっていうことに、まあ、力を注いで、ちょっと頑張っていくことですね。なのでぜひ皆さんも多分小学校でたくさんのことを気づくってこととか、人のためにってことを学んでると思うんです。この気持ちを忘れずにぜひとも社会に出てほしいなと思います。あと好きなことを仕事にしてはダメなのっていう結構ねあちこちで聞きますけど、まあ、好きなことって好きじゃなくなる時があるんですよね。なので自分がアドバイスしてるのはそれをやってるともう本当に夢中になるっていうことを仕事にするのが、まあ、一つありかなと思います。でこれなぜかというと夢中なんで自ら気づきます。調べ物するしで考えて行動するようになります。自分は何に夢中なにやってる時夢中になってるかなっていうのをいろいろと考えてもらえたらなと思います。はい、まあ、終わりですけども、自ら気づいて考え行動するを学んだ皆さんとどこかでお仕事だったりとか会ってあの時話を聞いたよということを、聞ければなと思ってます。気軽に声をかけてください。また熊本に来ることもあるのでまた皆さんとお会いしたいなと思いますので頑張ってください。また楽しみにしてます。以上になります。ご清聴ありがとうございました。はい、ということでですね、終わりました小陽高校様のご講演ですけどもですね、楽しかったですね。まあ、今回のイベントも初めてそのやっぱコロナがあったのでなかなか全校生徒さんをに集まってもらってこう主催とはできなかったらしいんですけど、900人いらっしゃると圧巻ですね。で、まあ、届けばいいなってことでね、いろいろメッセージをお届けしましたけども、まあ、熱心にメモ取っていただいているお子さんたちもたくさんいたのですごい良かったなと思います。でこれでまた、高校3年のお子さんたちは社会に出て大学に行ったりして、まだ1年2年の生徒さんたちはこれからねまた学んでいただくんで、今日もじゃもじゃがお話しした内容をちょっとね、頭の片隅に置いといていただいて、またいろんなことを学んでいただけるきっかけになればなと、もじゃもじゃ思っておりますんで、ぜひこの動画また面白いなと思っていただいたら、グッドグッドグッドボタンいただいてチャンネル登録の方よろしくお願いします。でまたなんかあのねちょっと話来てくれないかという話がありましたら、コメントいただければ熊本だけじゃないところ参りたいと思いますんで、ご連絡お待ちしてます。ということでじゃあ次の動画でまた会いましょう。耳大事にしてね。またね。ちょっと待って。